オルガン好き？オルガンはね、あの人によりけりからいや、このオルガンは君はきっと好きなはずだ。あ、そうね、好きだね。やっぱりこれでしょう。はい、はい、ザ・ドアーズ。広島のステレオレコーズさんからお届けいたします。ステレオレコーズに来ながら名盤しかやってない。そうですね、あの完全に、なんでこんな名盤を話してるかというと、完全に俺らがお買い物モードに入ってしまっているっていうことですね。今回はドアーズどうでしょう。はい、どう聞いてます。いや、俺はドアーズはめちゃくちゃ好きで、はい、あのまあ、1枚目、あ、1枚とか言って、いや1枚ハートに火をつけて、いや、ファイアの、まあ、アブレコンザスとか、はいはい、あれが、あの、増村くんが、前やってたバンドのドラムの増村くんがカラオケでやる、あの、お箱ネタだったので、あの、もうすっごい踊るんだよ。大きいからってすごい踊る。ジム・モリソンっぽいもんね。あ、ジム・モリソン、ガタイのいいジム・モリソン。昔君のドラム、そうそう、昔、今ちょっとあのぼっこりできちゃったんだけど、結構確かにジム・モリソンっぽかった。あと一回増村と一緒に車乗ってた時に、すごい古いボロいサンルーフのついた、うん、あのステッパーゴン乗ってたんだけど、俺と増村と谷口で乗ってて、うん、でライブの帰りにすごい楽しくなってきて、ドアーズ聴きながらブレイクオンザスルーをみんなで大合唱しながら、なんかわかんないんだけど、あのステップワゴンのあんま開けたことないサンルームを開けた、うん、そしたらめっちゃ雨降ってる日だったんだけど、まあ入ってくる、うん、でもそんぐらいだったらいいんだけど、本当に戻んなくなっちゃってバカ野郎。それの思い出が俺はドアーズ聴くたんびに、あの青春の日々をすごく思います。青春、俺たちにとっての青春がここに、69年ですよね、69年、70年のバンドですよね、彼はね。67がファーストで、そうです、72、3年にお亡くなりになって。え、そんな早かったっけ。若い、72、3じゃないかな、4年、5年、ブクブクに太ってヒゲまみれになってね。なんか途中からあんまりやらなくなっちゃったね、メンタルやね。僕ね、あのやっぱとんがってた、生きてた時期がありまして、うん、ジム・モリスンがプリントされた T シャツを、で僕はあのカリフォルニアに憧れるスケートボード少年だった時期がありました。駒沢公園をスケートボードしてたんですよ。そしたらその T シャツを夏に着てたら、それ自分の顔プリントしてあんのっていうことを40回ぐらい言われたんですよ。ロン毛時代ですね。そう、僕クリクリなんで、はいはい、テンパーなんで自分のプリントそれやばいね。そんなやついると思いますって当時言ってたんだけど、で僕当時その時ね、ジム・モリスを知らなかったの。あの聞いてなくて来てたから、はいはい、生きてたから、スケーターだったから。そう、あ、じゃあそのとこまで言われるなら聞いてみようと思って、聞いたらすげえいいじゃん。あのちょっとヒッピーに弾いてた、もうお腹いっぱいな時があって、MC5 とかさ、 あの辺はガンガン聴いてたんですけど、うん、もうベトナム戦争いいかなとか思っちゃう時があるじゃないですか、うん、で、聴いてなかったんですけど、聴、うん、いてみるととても良いと、めちゃくちゃいいね。そうそうそう、ブレイクオンスルーが良いところでもいいし、うん、オルガンソロがいいじゃないですか。まあ、あのブレイクオンがすごい最高だね。最高っていうとこいいじゃないですか。最高っすね。湿気のムンムンな、なんでこんなに湿気てんだろうね。なんかね、あんなカラッとした国なのに、ね、そう、なんかスワンプしてるっていうかね。なんかあの、そうで、オルガンもちろんいいし、まあ、てかハートに火をつけてが俺めちゃくちゃ嫌いだったんだよね、初め。なんか、わかる？歌謡っぽい、歌謡っぽいんだよね。歌謡っぽいの、ほんとダメだったから、後からもちろん好きになるし、うん、中盤のあのインプロセクションとかめちゃくちゃ最高だし。そうそう、インプロセクションいいんだよね。あのイントロのあの、うん、あの ね、あのお花畑っぽい感じがすごく嫌いだったから聞いてなかったんだけど、うん、まあでもこれとあの、うん、ファーストと、あと俺あのお花畑嫌いなのに、ドアーズ一番好きなのは Hello I Love You が一番好きで。なるほど、なるほど。あれ
あれはもうなんだろう、ノーザンソウルだ。ノーザンソウルだ。でもソウル、なんかビートとかはブラックっぽいよね、すごい。わかる、すげえわかる。で、オルガン使いとかもやっぱ多分ブラックっぽい感じがすごい、モッツっぽい。確かに。レイマンダレクやっぱ一番好きだね。オルガン奏者で。オルガン奏者ってなんかこの人聴いてるよね。ああ。スパイスだよね。まあなんか音色がいわゆるハモンドオルガンじゃなくて、うん、ボックスのバカオルガンと呼んでいる。バカオルガン。あの音しか出ない。あの音しか出ないやつ。あのオルガンいいよね。でやっぱあの音聞くとやっぱりね、ドアーズのことパーって浮かぶぐらい、うん、やっぱ当時なかった音使いというか、ね、音色使いだったっていうのもあるし、いまだにやっぱボックスオルガン聞くとね、やっぱドアーズだなっていう、マンザレクだなってなる。そうです、確かマンザレクだよね、あのあれストーンズのさ、スズライクライムのピアノリフを私が上げたんだよね。ああ、だから間作ったじゃん。そう言われると確かにで、こいマンザレクイントロ作りの神なんじゃないかっていうのは確かにある。イントロピアノのポロポロとここ神ってる。神ってるし、まあハートに火をつけてあんだけ言ったけど、やっぱキラーフレーズなイントロだと思うし、覚えるもん。そういう意味ではそうめちゃくちゃメロディーメーカーだったんだろう。曲ってこれ使われてたの、伸び曲が結構こいつが書いてたの。ああそうなんだ。結構マンザレクマターな曲が多い。ああそうなんだ。井森さんは歌詞しか書かない。歌詞しか書かない。あとカリスマカワパン担当。カワパン、そうだね、鳥柄パンツとカワパンと、そうだね、はい、担当なんですけど、ドビークルーがベースリスなんだね。そう、ベースもいないんですよこれ。ベースさ、録音入ってるような、あの、はい、結構太めなボンボンボンっていう、いますね、ね、あのミュートピッとしたようなよ人がいるけど、いないんですよ。なんかあのギターマガジンの、うん、あのギタリスト名盤名鑑っていう、あの名ギタリストがいっぱい載ってる、 あの、コロコロコミックみたいな本があるけど、うん、それにロビー・クルーガー、ドアーズのギタリストがベースレスのバンドだから、うん、あのチューニングを下げて、あのドロップした D とかでベースを補いながら演奏してたみたいなのが書いてあって、あ、なるほど。だから SG のイコールやっぱ俺はギターヒーロー的にロビー・クルーガーがめちゃくちゃ好きで、まあ SG だね、SG プレイヤーとしてはなかなか、うん、そうですね、クリクリしててね、クリクリしてて、はい、音色も、まあ、ブルースがうまい。そうだね、ブルースだね、うん、だから今これ再起時代って感じだけど、後々めちゃくちゃ本当に、そうだね、あ、後々めっちゃ乾いてくれそう。そう、あの最初湿気満々だけど、だん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 こう乾いてくる。モリソンホテルとか、モリソンホテル、そう、LA ウーマンとか、この辺はもうなサザンロックみたいな。そうだね、だんだんこうすごい乾いてね、パリ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 になってる、うん、意外と、なんか、なんていうの、結構ちゃんとアルバム聴いちゃってるかもしれない。あー、確かに。幻の世界も好きだし、うん、森のホテルも LA ウーマンもかなり愛聴した自分がいて、うん、あー、渋いね。渋いですね、確かに。でも、ジャケットの名盤が多いじゃないですか。ジャケがいい、それはすごくある。ジャケ名盤多いじゃん。最初の、まあ、ライマンファイアはちょっと、なんか、まあ、時代感ポトションみたいな。どうせ、あのよくあるさ、ガールズポップグループのあの、ね、確かに。顔がパーって出て、ね、みんなメンバーがちょろちょろっていくみたいな、若干もやかかって、そうそうそう、あれちょっと当時おしゃれだったんだろうね、タジウロコみたいな。そうそう、今でいうとセリフがないフォント使うみたいな感じだった。セリフがないフォント、そう、流行り、そう、へぇでもドアーズいいでしょ。でベストでもいいと思うな、全然ベストでいいね、うん、まあ、ちょっと歌詞は若者の辛辣な気持ちを歌って、ジムの最後はね、うん、若くして死んでしまうんですけど、そう、なんかね、ネイティブアメリカンの血が入ってて、結構自分の容姿に悩んだりとか、ちょっとアジアっぽい顔してる。だから我々は分かんないけど、黒人社会の中では全然この人は要するに白人の顔じゃないわけです。そうなんだ、まあ、フレディもそうだけどね、なんかその中で悩んでいたという彼の心の、まあ、ジョイディビジョンスタイルだね、もうボーカルが歌詞書いて、そうだね、ボーカルだけやるか。なんかジョイディビジョン以降、ジョイディビジョンみたいな声のニューウェーブめちゃくちゃ増えるじゃん。てかみんなあんな声になるじゃん、ね、イギリスはね。でもなんかそれの大元ってやっぱジム・モリソン、ジム・モリソン
ニューウェーブだなっていうのを確かにいう感じがすごく意外とこうブルース、うん、ギターはブルースだけどキーボードはブラックだし、うん、ドラムも意外とグルーブしてるし、うん、でボーカルは結構なんていうのモダンな歌詞と、ねうん、若者の悩みみたいなのある、うん、カリフォル意外とカリフォルニアのチルアウトした音楽かと思いきや、うん、あのサンサンの太陽の中抱える若者の闇みたいのをめちゃ暗いね見事に映し出しているのではないでしょうかと思いますぜひ皆さん暖かくなってきてからかな今聞くのはね今聞くとちょっとヘビーかなでもいいよねそうねまあちょっとあれかなブレイクオンスルーとかのセッションコーナーを聞いていただいてですねああすごくいいですねまずオルガンの音にグッときたらですね、うん、レイマンザレコ僕はレイマンザレコーシー岡田君は あと SG ギターにグッときたい方はぜひまあそうねあとまあドラムもめちゃくちゃいいね革パンツを履きたい人はこれを聞いてください革パンツは履かないなここもちょっと大丈夫かな、うん、ありがとうございましたおとなしいドアーズの回でした、はい。